どうも、こんばんは、ヨネタマです。今回なんですけど、4月15日にあったモンストニュースの情報を紹介していきたいと思います。では、早速行ってみましょう。では、今週の最新情報を紹介していきます。一つ目なんですけど、近畿の極が出現っていうところで、今回からね、1の極から5の極まで、2つのクエストから挑戦することができるようになるみたいです。これちょっとどういう風なのか楽しみなんですけど、近畿のね、極の出現期間が23から8月10日までっていう風な形でね、まあいつも通りの期間かなとなっております。で、実際にその選択式のクエストなんですけど、ギミックとかね、ボスとかが異なるっていうところで、何なんかな、全く新しいクエストになるのかなって感じかなと思います。なんで、例えばね、1の極、いやー苦手なんですよっていう人は、別のね、そのクエスト切り替えて、そのクエストに挑むっていうこともできるみたいです。でね、なんか今後、各階層も選択してプレイできるようになるみたいなんで、やっぱね、近畿の極は30回で、一旦その階層はね、打ち切りなんかなと思います。っていうのと、これさ、選択してさ、変わったらなんか、あれやね。あれかな。やっぱりその、近畿の極って難しいから、できる限りね、いろんな人にも登ってもらおうっていうので、ちょっと、あれなんかな。緩和する対策なんかなと思いました。では、次の情報行ってみましょう。続いての情報なんですけど、重心化情報となります。アレキサンドライトが重心化しました。で、ステータスなんですけど、貫通ゲージのスピード型、アビリティがアンチ重力バリア、超アンチダメージウォール、アンチウィンドウがスアビレスト。で、ゲージで状態上回復、底力 M、ダッシュ M、SS ターン短縮となっております。ストライクショットが16プラス8ターンの自強化 SS となります。友情コンボがトライデントレーザー EL と超絶爆発となってます。まあね、パッと浴び見た感じ、セレナーデ適正ですね。というところで、まあ運営さんもね、SS でゲージをね、持っていけるって言ってたんですよ。セレナーデ、めっちゃ神々、セレナーデのゲージを持っていけるって言ってたんで、またね、使ってみたとかで試してみたいなと思いますと。で、重心化解禁日なんですけど、7月20日の火曜日12時よりっていうので、まあいつも通りですね、フラパ明けなんで重心化発表ないかなと思ったんですけど、こういう風にね、やっぱ毎週更新してくれるのは嬉しいですね。っていうところで、次の情報行ってみましょう。ここからは前回のモンストニュースのおさらいとなります。今ね、ドラゴンクエスト大の大冒険が、まあ今日からね、スタートしてますっていうので、8月2日までガチャ開催してますので、ぜひね、今回のキャラクター、まあ、そこそこ強いと思うので、ぜひみんな引いていきましょうっていうのと、あとはね、まあ、クエストも8月2日まで降臨してます。ぜひ運極目指しましょうというのと、あとはね、守護獣もコラボ、守護獣が来てるんで、これも忘れずゲットしていきましょうっていうのと、あとは、大冒険ミッションもコラボに合わせてきてます。こちらもちゃんとやっていきましょうっていうのと、あとはね、そのミッション、開催期間が8月5日までなんで、これはね、ガチャ期間と違うんですけど、これもね、ちゃんと獲得していきましょう。あとは、ログインやオーブでコラボキャラクタープレゼントっていうので、これはね、4月30日までプレゼントしてます。なんで、アバン先生、ぜひゲットしておきましょう。あとはね、4月20日はモンストの日っていうところで、これもね、ログインして、特ダもね、今回もらえますし、その、根拠もね、最近ね、枯渇気味だと思うんですけど、根拠ももらえるんで、ぜひね、ちゃんとログインして、ラック引き換えでアイテム引き換えておきましょうっていう風な形になります。あと、最後の、ニュースというか最後のなんですかね、おさらいなんですけど、未開の大地出現してます。新たに拠点23が追加されてますっていうので、こちら、7月27っていう風な感じで、コラボとかね、いろいろしてると、ちょっときついかなっていう風なスケジュール
なんですが、こちらの方もね、ぜひクリアして、その、発ゲ、発ゲガチャ引いていきましょう。またね、拠点23なんですけど、どうなんかな今回。まだやってないんですけど、無課金攻略とかね、需要ありそうやったらやってみたいと思います。では、最後の情報いってみましょう。最後の情報なんですけど、いつも通りラキモンの紹介となります。ラキモンなんですけど、運極にしやすいモンスターは丸をまた囲ってますと。なんでね、今回はモンストの火が被るんで、ぜひ3体運極にしておきましょう。では次のモンストニュースなんですけど、7月21日16時からとなってます。またね、いつも通りモンストニュース終わった後にまとめ動画とか紹介動画撮っていきたいと思いますので、よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では今回のモンストニュースのまとめ動画終わりたいと思います。ではバイバーイ。